おはようございます。ラスカルでございます。動画をねよく見てくださっている皆さんは知ってるかと思うんですけど、僕ね好きでよく栃木行くんですよ。で栃木の皆さんがねよくね SNS であげてずっとめっちゃ食べたいなって思ったものがあったんですけど、なかなか食べれなくて、それがね、高橋肉店さんっていうお店なんですけど、そこのね、ホルモンとか、まあ、お肉系のね、ものがめちゃめちゃうまそうだったんですけど、精肉関係のものだったんで、ちょっとね、持ち帰ることが難しくて、今まで食べれなかったんですけど、ネットから購入ができると聞きまして、今日早速買っちゃいました。で、まずね、買ったのが、よいしょ、こちらの、ホルモン漬け。このホルモン漬けの内容が豚タン、豚レバー、豚ハツ、豚小腸と豚もも肉とバラ肉ですねを醤油ベースのタレで漬け込んだものになっております。今回ねこれが 1.5 キロとこれまた別にホランモンっていうメニューも注文させていただきました。こちらのねホランモンの内容が、豚バラ、豚もも、トントロをね、先ほどのホルモンと同じ醤油ベースのタレに漬け込んだものらしくて、こちらの方がねホルモンが苦手な人でも食べられるようになってる商品だそうです。で今日はご飯を4合ほど炊いていますので、白いご飯と一緒に食べていきたいと思います。これ絶対うまいよねで作り方としてはね、まあどちらも強火でガンガン炒めて、出た水分が蒸発して焦げる直前ぐらいまでもうがっつり炒めて完成ってことなんで、早速ね炒めていきます。ではまずこちらにホルモン漬けを、うわに、こちらにホランモンと、もう匂いがうまそうだよこれね、今日間違いなくうまいですわ。もう香りが最高にうまい。これね、ご飯でもお酒でもめちゃめちゃ合うと思う。うまそう。本来はね、水分が飛ぶまでこれ煮詰めるらしいんですけど、量が多くてね、ちょっと水分飛ぶのが時間かかってしまって、お肉にね、火が入りすぎてしまうので、今日はここで火入れをやめておきます。今ね、これ盛り付けに入っております。これね、絶対うまいもん、もう。もううまいもん。こっちにホランモンと、よし、今ねこれホルモンとホランモン盛り終わりました。こんな感じでございます。うまそう。でここにちょっとお野菜をのせようかと。トマト彩りで保存してあったこちらの万能ネギをシュシュッと、レモン添えて、はい。ということで、盛り付けはこんな感じでございます。それでね、このメニューには、この、漬けダレも添付されているので、これを盛り付けて、ご飯も盛り付けて、向こうの部屋で食べていきます。はい。ということで、今、準備が整いました。めっちゃうまそうなんですけど、もうね、匂いがたまらん。一応ね、今日は、この、たくあん系べったら漬けとかを用意したのと、まあ、白いご飯。で、あとね、ちょこちょこと味変も用意してありますんで、それとね、合わせていただいていきます。よし。早速、食べていっちゃおうかな。いただきます。まずは、ホルモン、そのまんまいこうか。ホルモンがね、こんな感じでございます。めっちゃうまそう。あ、うまい。うん、これうまっ。うん、ちょっとご飯うん、これね、最高。うまっ。このレバーのもったりとした食感と、小腸とかそっちのね、このプリプリとした食感もあって、なおかつね、豚バラも入ってるんで、ホルモン独特の重さとか、そのもったりすぎる感じがね、結構ね、薄れるの。やっぱね、豚バラが甘いから、それがね、ちょうどよく合わさって、めちゃめちゃうまい。箸がすごい進む。うまっ。そしたらちょっと、特製の漬けだれにつけて、よいしょ。うん。
油、ごま油よりもねさっぱりとしてるんだけど、ニンニクがねがっつり入ってて、このね醤油ベースのお肉にめっちゃ合う。ちょっと次このホランモンも、ホランモンはねこんな感じでございます。うん、あ、なあ、うんめ、これこんだけねお肉の種類が違うと、まあ醤油ベースのタレは同じらしいんですけど、味わいがね全然違う。こっちの方がねより甘めを感じるかな。うん、でまたね豚トロのサクサクって食感が、ね、食欲をめちゃめちゃそそる。うん、うまい。ちょっと合間にトマト、プチトマトのサイズではないですけど、うん、はあ、さっぱりしていいね。うまっ。うん、ちょっとホランモンも漬けだりにつけて、うん、うん、合う、めっちゃ合う。うん、ちょっと合間の休憩にこの子、いや、うめえ。そしたらこれそろそろマヨネーズでしょ。ちょっと一部にピュピュピュッと、うん、これは絶対うまいよ、これ。これはめちゃめちゃうまいわ。マヨがね、好きな人にはたまんない。ほんとね、僕のお世話になっている栃木の方々がこぞってねやっぱ買いに行ってるんですけど、これは買いに行っちゃうわ。めちゃめちゃうまい。うん、レタスと合わせて、うめっ。あー、今日も最高にうまいっすね。じゃあちょっと一旦さっぱりめにレモンを、よっ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 と、よっ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 、うん、あ、レモンもいい。ホルモンの方はねタンが入ってるんで合わないわけがないですし、こっちのねホランモンの方もなんだろう、酸味でねより豚の脂の甘みが引き立って味がね
グッと格段に上がる。うまい。これをね、ご飯のお供にするのも最高ですし、 100g ぐらいね、さっと炒めてお酒のね、当てにしても最高ですね。何してもうまいと思う、これは。ちょっとね、今日温玉用意してるんですけど、上に乗せちゃう、これ絶対うまいと思うんだよね。よっと、よっと、これをで、これも割って、うわうまそう。いいよ、いいよ。これはもうコメントいらないですよね。間違いないもん。ああ、なくなっちゃった。はい、2本目でございます。食べきったらもったいないな。ちょっともったいないからさ、夜のあてに取っとくわ。これはね、ビールと一緒に食いたいもん。もったいない、これだけ食べきっちゃうの。あ、でもこれ丼、こんな感じにね、周りにお肉敷き詰めて、マヨをセンターに、これ温玉ちゃんを、こんな感じでございます。いや、おいおい、あ、これ絶対うまい、これ絶対うまい。いいよ、こいしょ。あ、最後はこれね、ちょっとくるんで、ちょっとタレにつけて、ごちそうさまでした。はい、ってことで本日もね、無事完食いたしました。いやね、めっめっちゃ美味しい。あのね、本当に僕の知り合いの皆さんがね、こぞって買いに行く理由が分かりました。ホルモン漬けもホラモンもね、どっちもね、また違った良さがあって、これご飯にもお酒にも合いますけど、これね、パッと炒めてチーズが乗せてトーストにしても絶対うまい。何してもうまいお肉ですね、これは。でね、こちらの注文なんですけれども、高橋肉店さんのツイッターの公式アカウントからのみ予約が可能でして、配送料や金額の詳細につきましては、高橋肉店さんの方にね、直接連絡をして確認していただくのが一番かと思います。こちらのね、アカウントの方は概要欄の方に記載がございますので、ぜひね、こちらのメニュー気になる方は連絡してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。